砲艦法官は、軍艦の一種であり、比較的小型で、主として、沿岸、河川、内水で活動する、下砲を、主兵装とした、水上戦闘艦艇のことを指す。英語では、願望とと称し直訳すると法艇となるが、日本語では、比較的大型のものを砲艦、小型のものを法艇と使い分けることが多い。19世紀前半の半層軍艦時代に、 ガンブリックと呼ばれた艦種が砲艦という艦種に引き継がれたというのが定説であるが、これより以前には、ガンブリックより小型のもので、ガンボートと呼ばれたものがあった事実もある。さらにボムケッチ、またはバムケッチと呼ばれる大型の9砲を装備した、ガンブリック並みの小型艦も、後に砲艦に含まれることになる。砲艦の範囲は広く、解剖艦も砲艦として含めることがある。また、 フランスなどで現在も使用されている植民地通報官、水雷法官やスループとも言うも広くは法官に入れる場合が多い。また単に法官、法廷と称する場合は川用法官、法廷のみを指すこともある。法官を設計思想に基づいて大きく分類すればの二つに分けることができる。必ずしも一般的な分類ではないが、 便宜上この分類に基づいて説明する。本格的な軍艦を保有できないポルトガルやベルギー等の小国を中心に沿岸防衛を目的として排水量2000トン以下程度の低速な小型艦を配備していた例があり、一般に砲艦と呼ばれる。19世紀後半に建造された大口径の手法を固定式に1問だけ搭載した。 レンデル式砲艦がその典型例である。解剖戦艦は、こうした系列の砲艦の延長上の存在と見る、こともできる。例として一下が挙げられる。特に小型の砲艇サイズのものには、有事に前線での戦闘任務に就くことを想定した、設計のものが多い。第二次世界大戦中のソビエト連邦においては、河川において、戦車砲塔を搭載した、装甲砲艇。 カワーニターが、イギリスにおいては、軌道法廷が魚雷艇とともに、港湾、沿岸防衛に用いられた。ベトナム戦争において、アメリカ海軍は、洋陸艇や民間用ボート、プレジャーボートを改造した、PBR、沿岸油田用のリグ支援艇を改造した PC など、を改造したものをカワヨー法廷として実戦に投入した。また、後期には、 大地攻撃に特化した教習支援哨海艇、アルファポートと呼ばれることが多いという小型の革用モニターが建造されている。なお、これらは、ベトナム戦争終結後には、アメリカ海軍では不要となり、ベトナム軍に捕獲されたものを含め大半が、タイやミャンマー、南米諸国などに売却されて消滅した。イラク戦争では再び河川艇が登場しているが、これらは、 一般的な小海艇や教習艇に分類されるもので法廷と分類される、修艇は登場していない。日本では日中戦争において陸軍が総甲艇と呼ばれる一種の上陸支援艇を事実上の河用法廷として使用した。満州国軍工房艦隊、河川部隊が国陸港の警備に投入した法廷もこの前者の範中にいるものであった。ロシア、ウクライナ、 セルビア等で使用されている砲艦は、こうしたタイプの発展系であり、現在でも国境警備等に使用されている。これらは T-55 主力戦車から転用した 100mm 砲や対戦車ミサイルなどを装備しており、紹介任務ばかりでなく地上戦への支援攻撃も可能である。また、ミャンマー、カンボジアなど、正常不安であり、火星や故障が戦略の要衝となり得る国では、 アメリカ製 PBR やソ連製のなどが使用されている。第二次世界大戦以前の中国において活動した諸外国の河川奉艦川洋奉艦が代表的である。ライン川やアマゾン川、ユーフラテス川などにも奉艦が配備され、これらの奉艦は河川で活動するというその性質上を胸、浅木水であった。このため日本においては下駄船とも呼ばれた。 なお、洋子港は、特に山峡において、流れが激しく、下流域と列強の勢力争いの舞台となった、四川盆地との間に安定した通行を確保するために、機関出力を強化した、洋子港向けの砲艦が配備されることがあった。これらの砲艦の姿と活動の様子は、映画、砲艦サンパブロに見ることができる。川用宝冠の多くは、太陽での航海に耐えないため、ほとんどは、 本国で建造して分割した上別の船で運ばれ、現地で再び組み立てられた。しかし、小型艦の運用に慣れた、ポルトガルやベルギーではしばしば小型の砲艦を本国と植民地へ往復させたりもできた。また、後術の南米の砲艦のいくつかは、建造先のイギリスなどから自力で大西洋を横断した記録がある。川用砲艦は武装こそ少ないものの式。 通信能力は高く、動く、領事館として、簡易の外交施設や、機品室を設けることもあった。これらは、戦闘よりも、もっぱら政治、外交活動として用いられた。そのため、国家の代表者として、小型艦でありながら、艦長には、詳細上の高級商工が当てられることが多く、また、日本海軍では、駆逐艦などより、格上で、 菊のご門を有する国内法上の協議の軍艦取れるなど、格式が重視される傾向があった。1930年代に中国国内の武装組織が装備を近代化すると、河洋法官はその価値を減じ、第二次世界大戦後、中国共産党政権が洋子港流域を掌握するに従い、こうした洋子港の法官は消滅した。 中国以外の地域の植民地の大河や港湾にも、主に居留民保護のためにこの藩中の法官が配備される例が見られた。抗議の法官に含まれる植民地通法官も、それほど戦闘能力が低いわけではないが、用途からすれば同じである。現在、南米のブラジルやパラグアイなど、大河流域の国においては、下駄船タイプの法官、法廷が多く存在している。 こうした砲艦、方刊、法廷は武装は少ないが、パルナイバのように76ミリ砲搭載している、タイプもある高い通信能力を持ち、高度な医療設備やヘリコプター艦板を持つこともある。このため、本来の河川警備の他に巡回医療など、流域における民生活動を行うこともできる。武装に関しては、現代の海戦ではあまり重視されない。 接近戦や大地火力支援を想定していることから、機銃を多数装備し、他の艦種ではあまり見られない、迫撃砲を装備していることが多い。例としては、以下が挙げられる。英語では、ガンボートと称し直訳すると法定となるが、これは、戦前の大日本帝国海軍において、幕府海軍や諸藩から堅納された軍艦の大半が、ガンボートであり、新政府軍の保有する。 最大級の艦艇であったためである。以後、ガンボートをしのぐスループやクルーザーが続々と収益し、相対的にガンボートの地位は低下していく。1898年、明治31年に、初めて軍艦の類別を制定した際に、ガンボートのみならず、コルベットも砲艦に内包した。後に通行艦も砲艦に吸収されている。このような伝統から、 伏見をルーツとする小型の河川砲艦も、菊の御門を装着して、正式な軍艦として収益した。前述したように外交上の交渉を担うことも多い、ため、格式が重視され、官邸扱いではなく上位の軍艦扱いされたという、理由もある。ただし、他の軍艦艦長は、大佐が任命されるが、法官官庁の場合は、駆逐艦,艦長、潜水艦長、 軍艦副長を歴任し、大佐昇進を目前にした中佐が認じられた。太平洋戦争中の1944年、昭和19年の基準改定で、砲艦は国内法上の協議の軍艦からは除かれ、軍艦や駆逐艦と並ぶ独立の艦主である砲艦に格下げとなった。そのため、艦主の菊の御門も気を見て撤去された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。